戦闘するのはいかがでしょうか。未来永劫許されるものではありません。大変な被害が出ております。桓武天皇様の予想通りの結果にございます。新しい都の名前は平安京にする。天皇様。嗣忠、いかがした？そんなに慌てて。伊勢神宮の正殿が燃えているとの報告が入りました。伊勢神宮が？人を集めてすぐに対処せよ。はっ。このところ立て続けによくないことが起こっておる。まさか、まさかな。この頃の都には日照りによる飢饉や疫病、桓武天皇の近親者が相次いで亡くなるなど、さまざまな変事が起こっていました。そこで桓武天皇は陰陽師を呼び、その原因を占いで突き止めようとしました。出ました。残念ながら桓武天皇様の予想通りの結果にございます。やはりさわらか。とてつもなく強い怨念でございます。時が経つのを待っているだけではいい方向に進みませぬ。すぐに御霊を鎮める儀式を行った方が良いかと存じます。わかった。すべてお主に任せる。一刻も早く佐原の怨霊を鎮めてくれ。民をこれ以上苦しめるわけにはいかない。かしこまりました。すぐに取り掛かります。陰陽師とは、古代日本の律令制のもとにおいて中塚佐生の陰陽寮に属した官職の一つで、占いや祈祷で人々を守っていたと言われています。兄上、私はまだ成仏するわけには参りません。サワラよ、私がしたことは決して許されることではない。しかしこれ以上民を苦しめたくはない。愚かな私をそろそろ許してくれぬか。あなた様のしたことは未来永劫許されるものではありません。サワラよ、許してくれ。サワラ天皇様。嗣忠、大丈夫ですか？少し楽しくない夢を見ただけだ。問題ない。それよりいかがした？こんな夜中に。この大雨により川が氾濫して大変な被害が出ております。またか。すぐに被害状況を確認して対処せよ。寝ている者を全員起こして構わん。民の命が最優先だ。はっ。どうすればよいのだ。儀式を行った直後と2ヶ月後に大雨により都の中を流れる川が氾濫したと記録に残っています。桓武天皇様、一つ進言したいことがございます。なんだ？遷都をするのはいかがでしょうか。遷都？長岡に来てまだ10年も経っていないぞ。しかし度重なる災害と種継殿が亡くなってから都の工事が進んでいないことを考えると、選択肢の一つに入れざるを得ないような気がします。どこかいい候補地でもあるのか。真道殿と昨夜意見を出し合いまして、山城の国門野郡歌村の地が最適ではないかと。山城の国門野郡歌村か。では私が視察に行こう。天皇様が行かれるのですか？あの辺は山賊の被害もたびたび確認されております。いくらなんでも危のうございます。狩猟を装えば問題ない。それに嗣忠や他の者たちも同行させるつもりだ。しかし何故自らで視察を？この目でしかと見極めたいのだ。何があっても揺るがぬ都を作るためにふさわしい土地なのかどうかを。なるほど。無事に戻られることをお祈りしております。私も水害の被害を防ぐためにもう一踏ん張りいたします。よろしく頼む。良い場所だ。清丸殿と真道が候補に挙げただけのことはある。天皇様、少し休みませぬか。もう限界にございます。情けないぞ。お許しください。もう弱い60を超えております。
そうであったな。私が天皇になってからもう10年以上経つのか。何も成し遂げられておらぬな、私は。婚礼の姓を定めたではありませんか。それに、こたびの遷都が必ずいい方向に導いてくれるはずです。そう信じよう。嗣忠、私は決めたぞ。新しい都はこの候補地に絞る。あと数回視察して問題がなければ、ここに遷都する。また視察に来るのですか。不満か。いえ、そんなことはございません。歩くのは好きでございます。桓武天皇は都を移す候補地を2回視察したと言われています。そして翌年の793年には藤原の小黒丸と木の小さみを派遣して同じ地を確認検討させたと伝わっています。この地の選定には陰陽道、いわゆる風水に基づく詩人相応の考え方をもとに行われたという説もあります。藤原の小黒丸殿、そして木の小さみ殿、両名から何も問題はなかったとの報告が入りました。そうか。では早速遷都の準備をしよう。長岡京は取り壊してしまっても大丈夫ですか。そうだな、平城京もあることだ。取り壊す方向で進めてくれ。かしこまりました。天皇様、新しい都の名前ですが、山城京にいたしますか、それとも門野京、愛宕京ですか。いや、新しい都の名前は平安京にする。平安京、それは何故ですか。今私に求められているのは、平和で民が安心して暮らせる、そんな国を作ることだ。平安という名前にすれば実現できるのではないかと思ってな。民のことを第一に考える桓武天皇様にしか思いつかない良きお名前にございます。この和気の清まろ、異存はございませぬ。私も同じ思いにございます。よかった。至急平安京への遷都の準備を。は。かしこまりました。平安と名付けた本当の理由は、佐原の怨霊を鎮めるため。言霊が勝ってくれることを祈るしかあるまい。日本は昔から言霊信仰の強い国で、言葉に出して言うとそれが実現されると信じられてきました。現代でも結婚式で切る、終わるなどの意味言葉を使わないことから、その考え方が受け継がれていると考えられます。泣くよ鶯平安京で知られるこの都は、一説によると1869年明治2年まで日本の首都であったとされることから、良い土地、良い名前だったと言えます。さて、次回の百花繚乱歴史伝は、地方行政を監査するために置かれた影牛にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。